恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。We'll resurrect the most brutal overlord of the New World.山の霊水、これで三成殿も。三杯の茶を教師、13の時から仕えた秀吉様。
私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいの三成殿。明智光秀殿、何故。そなたの忠義まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が信した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。